強宝町銀。強宝町銀とは、聖徳4年8月2日、1714年9月10日から、鋳造開始、通用した町銀の一種で、表量貨幣である。聖徳町銀と呼ぶ場合もある。強宝町銀、聖徳町銀及び強宝豆板銀、聖徳豆板銀を総称して、強宝銀あるいは聖徳銀と呼ぶ。表面には、大国常び、 上、城ただし、宝の国印が打たれ、慶長長銀と同形式である。青、宝老賀は広氏の提唱した説として、大国印を含めて、国印十面台以上のものを初期中造として、小徳長と呼び、九面台以下のものを直期中蔵として、強宝長銀と呼ぶ場合もある。また十二面の大国造を打った十二面大国長銀は、上農用あるいは衆議用とされるが、この場合、 極印打数からの強法と聖徳との区別は困難である。なお、小判については、聖徳小判から強法小判への変更につき若干の品位向上となったが、長銀についても金貨とのバランスの関係から初期の頃に品位を若干向上させる変更を行ったとする説もある。荒井白石は、宝永年間の悪人中造の時、朝鮮貿易にて、 宝永銀の受け取りを拒否され、人参大王子銀の、鋳造を余儀なくされた経過を国辱として受け止め、金銀の火薬意味は極めて批判的であった。また、四津ら銀鋳造前に六大将軍、徳川家信より、栄治銀、三津宝銀の無断鋳造について、釈明を求められた時の勘定奉行、小木原茂秀の開き直りの態度に、白石は激怒した。 荒井白石は病床にあった徳川家信に強く迫って、聖徳2年9月11日、1712年10月11日、小木原重秀を悲免に追い込み、度重なる表寮認可吹き替えによる混乱を呼び、書式高等を是正しようと、慶長の平成へ復帰するべく吹き替えに着手した。しかし、この翌月10月14日、1712年11月12日、 新井白石の懇願していた徳川家の分が高いし、さらに幾種も混在流通している低品位の銀の回収と銀への引き換え手続きの策定は容易なものではなかった。低品位の四つ方銀が流通の大半を占めている状況下で復古的回収を行えば通貨数はにわかに半減し、新古根銀の引き換えによりその火財の半ばを失うごとく結果になることが予想されたからであった。 徳川家信正居後間もなく、老中、秋元高友から、平尾具での趣もきとして、平成を東将軍の帝政、慶長近隣に服すべく改正あるべき旨が、かねてから、平成の乱れを憂いていた、家信の,の遺言として公表された。宝永期に、将軍の決裁を得ず小木原茂秀と内密に、吹き替えを遂行し莫大な利益を上げていた銀座に、 大使聖徳四年五月十三日、千七百十四年六月二十四日、二手入れが決行され、深江商財門ら銀座都市寄りらが飯取りとなり、エントール財、結書などに所された聖徳の地。この後、関九衛門に代わり大国常々子と、大国長財門が、規約を命ぜられ、銀座に復帰した。ついで聖徳四年五月十五日、 1714年6月26日に、聖徳銀武器律のお触れが出された。この触れ書きは、進化中造の趣旨、進化が出回るまでの休暇通用の方、休暇引き換えの定めの三本立てからなり、四部よりなる長文であった。その第一部の総論は、以下の通りであった。この食材書中第三部の、 新古金銀割合の次第には古銀の割増し通用が復帰された。さらにこの割合で古銀を回収して、新銀、聖徳銀と引き換えることとなった。聖徳銀は、江戸では同年8月2日から鋳造が始まったが、京都では12月より鋳造された。しかし、品位の異なる宝永銀三品を同価値で通用させるには無理があり、 市場では差別通用となっていた。さらに、新金銀付機会へのお触れが出るや、いなや、江戸において、それまで漢字金一両イコール銀82から3問目で押していた相場が、教法2年、1717 17年春夏には、平均69問目7分五輪、翌3年5月初頭、1718年5月30日。 には、新金一両イコール新銀五十八問目三分五輪であったが、同年九月に新金一両イコール新銀四十三問目、八から九分と銀が高騰するなど、不安定な相場展開となった。また、この吹き替えは、より高品位の銀貨への復帰であるため、市場から回収された低品位の原読人及び、宝永銀から配布金及び制動を分離する。 銀道吹き分けが必要であった。吹き分けは聖徳四年五月から浅草諏訪町にて、また京都では結書に書せられた、深江商左門及び中村倉之助の屋敷に吹き章を立て、大阪から、道吹き屋が交代で詰め十二月末から、南蛮吹きにより行われたが、京方三年十一月、1718年からは、大阪道吹き屋が一切を受け負うことになった。割増費日から、英字銀。 三つ法銀、四つ法銀はいずれも十貫を新銀五貫と引き換えたのであるが、当時流通の大半を占めていたのは、最も低品位の四つ法銀であり、四つだから銀十貫を吹き分け配付金二貫を得、これに幕府が二貫の足し銀をして五貫の日に八十パーセントの新銀を得るという感情であり、その損失は幕府が引き受けた。学者であった荒井白石は、 経済発展よりも、徳川家康による、貨幣は常に尊敬に値する素材で吹き立てられるべき、という言葉通りに、幕府の道義を重んじたのであったが、状況は、傾聴期とは一変していた。すなわち、銀の産出が低迷していたのに加え、海外流出による絶対量の不足、さらに人口は2倍程度に増加し、経済活動は、飛躍的に発展していたのであった。 このため新銀の吹き立ては、主に悪質の古銀の回収によるものとなり貨幣、鋳造量は減少した。この通貨縮小、デフレーションにより物価は、次第に下落して不況に陥ることになり、共謀15年6月1730年の反殺発行の解禁に至らしめる一因となった。実際には、幕府の損失を伴い造幣材料にこと書いた、小徳民の鋳造。 旧銀の回収はなかなか進捗せず、聖徳4年中の中蔵工は、江戸で毎日平均27巻余り、京都では毎日平均45巻余り、聖徳5年中の中蔵工は、江戸で9632巻余り、京都で16369巻余りにとどまり、元読銀や法営銀各種の混在流通が依然続く状態でった。 小徳六年四月三十日、千七百十六年六月十九日、七代将軍、徳川家次がわずか八歳で他界し、奇襲藩主、徳川吉宗が八代将軍に迎えられ、深刻な財政難の下、将軍を中心とする政治体制の整備と緊縮財政と姿勢の大替えが、図られた。受信、新井白石は罷免されたが、貨幣制度については、 商得金銀を吹き継ぎ、商得金銀の通用については一段と強力な措置を講じた。共法三年を売る十月、月1718年に、新金銀をも、あたりの十一月より、通用可視格の遅れが出され、同年十一月1718年十二月二十二日、原子銀の割増し通用が、銀品位に基づくものに変更となり、 市場を追認す形となったまたこのお触れにより11月から、銀目取引の通用銀立て、英字銀、三つ方銀、四つ方銀が新銀立て、昇得銀へと変更された。さらに元読、宝永の小銀の割増し平洋は強法7年末、1723年2月4日まで限る旨通達された。店頭の商品は、主の銀による複数の価格表示が掲げられ、 この換算について、倉滝義順は、与宝子電録の中で、その分発式事ことに、ぜ、へたりと述べている。共法三年、1718年には換算の、便宜を図るため諸主の長銀の間での、換算表である、六品銀交益一覧が、刊行された。共法五年3月、1720年に、幕府は、 原独人及び法営銀四種の通用を六年末、七百二十二年二月十五日、限りと布告したが、六年四月のオフレで延期され、最終的に、共法七年末、七百二十三年二月四日に、通用は停止され、衝突、共法銀、軽調銀も同列位に統一された。共法銀及び軽調銀の通用停止は、原文二年三月十七日、 1737年4月16日に3年1月、1738年3月19日、限りと布告されたが、延期され、原文3年4月末、1738年6月16日に、文字銀に対する割りまし、2、衝徳、強行銀10巻につき文字銀15巻が、停止となった。強メイタ銀、聖徳マメイタ銀、 強法豆板銀、聖徳豆板銀は、強法長銀、聖徳長銀と同品くらいの豆板銀で、大黒像、爪爪、または、上ただし、宝の極銀が打たれ、慶長豆板銀と同形式であるが、平たい円形のものが多く変形したものは少ない。さらに、大黒像が正面を向いていることは、長銀と同様である。表によれば、規定品位は、 銀80%、1割2部、陰家、銅20%である。明治時代、造幣局により、江戸時代の貨幣の分析が行われた。強法銀の分析値は、以下の通りである。雑文は、ほとんどが銅であるが、少量の鉛などを含む。なおこの雑文中の鉛の含有率は2から3%と、軽頂銀と比較して、高くなっており、 南蛮武器による銀銅武器分けに伴いかなりの鉛が残存したものと推定さる。不機人録によれば、教法21年4月1736年までの累計で、長銀及び豆板銀の合計で33万1420巻余り1236トンとしている。集では、6年7月、 1721年までに、このうち223,080巻571問目を吹き立てたとしている。抗議配布期限及び回収された旧銀から長銀を吹き立てる場合の銀座の収入である分一銀は、小徳銀では、軽長銀と同じく中造高の3%に引き下げられ、金位を向上させる吹き替えのため懐中利益も得られず、銀座役所、 常勢役所ともに困窮したという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。